まあ、テレビの話いっぱいあるんでしょうけど、東芝がね、テレビ事業撤退で、今度パソコンも、撤退です。撤退とか買収、この売っちゃうことになる。私の部屋にある、まあ、ちっちゃめのテレビも東芝だし、で、パソコンうち東芝なんですよね。なんかさ、その、要するに会社の経営うんぬんっていうことじゃなくて、うわ、寂しいなって気はしますね。私もね、ワープロのルポー時代から東芝で、今もダイナブックなんですよ。それだからね、慌てて1台追加で買うことにした。あ、そう。やっぱり今の東芝時代のものを持ってた方が、なんとなく安定感がいいような感じがしたんで、まあね、まあ、ブランドは残るにしてもね、ええ、だから IBM にしてもちょっと別の会社になっちゃったんだけども、うん、はいはい、やっぱりちょっと仕様が徐々に変わってくるんですね、うん、なんかね、もう普通に、まあ、東芝とか今パナソニックのナショナルとかで使ってた人間からするとな、寂しさはあるんだろうけどな。はい、以上でございます。9時1分文化放送です。17日金曜日です。 FM916AM1134 ラジコラジコプレミアムでも、今日もお仕事中の方、ご病気ご療養中の方、どうかお付き合いください。文化放送国丸ジャパン極みです。おはようございます。そして、ちょっとおさむございます。野村国丸です。おはようございます。鈴木純子です。第1第3第5金曜日コメンテーターは作家の佐藤勝さんです。佐藤勝です。よろしくお願いします。佐藤さんも今日いらっしゃると同時に、寒いですね。もう初霜初氷、はい、熊谷あたりそうなんでしょ。そうですね、熊谷で初霜と初氷、水戸で初氷を観測して、各地今シーズン一番の冷え込みです。寒く、明らかに寒さ変わりましたね。さあ、やっと来ましたね。ね、ちょっと寒いぐらいの方が国丸さんは気持ちを切り返した方がいいでしょ、寒いんだっていうふうに思った方が、ね、いいんだろうな。いや、猫が布団の中に入ってきたんで寒いんだと思ったんです。いろんなバロメーターありますからね、はい。さて、今日の10時台11時台極みシアターのお客様です。はい、プロレスラー生活40年、ジャガー横田さんをお迎えします、はい、女子プロレスラーシリーズ第3弾、はい、ね、ブル中野さん、アジャコングさん、そしていよいよレジェンドが登場と、はい、いうこと。プロレス、女子プロレスラーをいまだに現役でやってらっしゃるっていう、引退はされたこともありますけどね。で、ものすごいこう世界の中にいて、その痛いという言葉をほぼ発したことがなかったっていう、もうネタバレしちゃいますけど、この後10時台も伺いますけども、うん、出産の時に初めて痛いっていうふうに奥さんであるジャガー横田さんが言ったことで、ご主人が痛いって言ったんだって言って鉄拳をもらったっていうそんなエピソードもあるんですが、すごい世界ではありますよね。佐藤さんは痛みは強い方ですか、弱い方ですか。痛みはビビリ屋ですからね。人の痛みを見ているとやっぱり痛い感じはするんですけどね。いつでも可愛かったですね。もう本当にビビリ屋があるんですよ。ところが実際にじゃあ何かやられたっていう時の痛さっていうのは、まあまあ人並みに耐えますね。ああ、そうですか。私もビビリ屋なんですよ。だから人が痛がってるのを見てるだけでももうダメですよね。男性は結構ね、そういう方多いですよね。よく言われるのは、女性というのは生理痛があって、その痛みというものが全然その男性に対するその痛みに比べれば全然強いんだって話も聞きますし、まあ女性の中にはもちろん出産体験もありますでしょうし、そういう意味じゃ強いには強いのは分かりますけどね。私外務省行って霞が関に行ってね、はい、要するに今は痛いというと痛い人っていうの結構広まってるんだけども、はいはい、ちょっとあいつ痛いなっていうのを聞いて最初分かんなかったですね。だから1985年ぐらい。それはあれですか、かなり痛いぞって。それ出世とかそういうことですか。いや、そうじゃなくて、かなり変わった人とか、かなり面倒くさい人とか、かなり痛い人だぞと、ね、
こういうような感じのところで痛いっていう用語をそういう風にして使うのかって言って役所で思いましたね。あ、今なんかその痛いはそっちの方で、うん、あの市民権も得てますけどね。ちょっとあいつ痛いよなって、ね、それはよく聞きますけどね、ちょっと痛いから近寄るのがいいよって。佐藤さん注射好き？注射大嫌いですねいやでもね最近すごい痛い注射を尻に時々されるんですよ、実はテストステロン下がっちゃって男性更年期なんです。はいはいはい。それ最初ね、なんでこんな朝起きられないし、結構仕事はかっちりする方なんだけども憂鬱になるのかな、ついにあの老人性うつが始まったかなと思って、お医者さんに行って血検をしたら、パッと見てあテストステロン下がってますね、要するに男性更年期ですと、これ個人差あるんですけどって言って、お尻に今油で溶いたものすごい痛いホルモン注射を2週間に1回ずつ打たれてます。あ、それ聞くだけでやる。いや、それで1回刺して聞くんですよ、ピリピリお尻がしびれませんかとか言って、神経にズバッと当たってしまった場合にはこれ飛び跳ねんですね、お尻でも、だから結構ね、痛い時っていうのはお尻の注射って、ね、痛くないって言われてるんですけども、あのビンゴで当たると相当大変ですよ。そのビンゴ嫌ですよね。いや、でも20回に1回ぐらいしかないんだけどね。結構な確率ですよそれ。私も中国針行って、それ1回そういうポイントビンゴがあって、本当自分で30センチ体全体がボーンって浮いたことがありましたけどもね。いや、あのビンゴだけは、注射のビンゴだけは怖いし、痛いとかいう感じちょっとまた違いますよね。違いますよね、なんか体に電流が走るみたいな感じでしょ。そういう感じです。わかります。1回だけしか経験ないです。二度としたがない。切れたっていうより繋がったみたいな感じでねねえ、ということで今日のメッセージテーマです。痛い、まあ、こういうなんとなくこうちょっとこうね、表情をつけた痛いもあれば、ピタッっていうのもあるしね、はい、いってーっていうのは精神的に、あ、いってーっていうのもありますしね、いろんな痛いで、もう一回やって、痛い、あ、それかなり痛そうですね、いろんな痛いで、甘えて言ってください。痛い、もう何でもやってくれますね。すいません、よろしくお願いします。ファックスは0354031151、0354031151、メールは japan@joqr.net、 japan@joqr.net です。今日もメッセージをご紹介した方には、国丸ジャパン極み番組特製ステッカーをお送りします。そして全てのメールファックスの中からお一人の方に、宮城県塩釜市の揚げかまぼこの老舗安倍前商店の缶詰塩釜おでんを2個セットにしてプレゼントいたします。今朝の鉄道の情報です。首都圏の主な JR 私鉄各線はおおむね平常運転しています。それでは国丸ジャパン極み今日のメニューです。この後すぐは深読みジャパン。今日はトランプ大統領のアジア歴訪総括、そして春馬富士暴行問題について佐藤勝さんにお話しいただきます。そして11時台極みシアターのゲストはジャガー横田さんをお迎えしてお送りします。プロレスラー生活40年、夫婦円満の秘訣などについても伺っていきます。ジャガー横田さんへの質問もお待ちしています。そして12時7分からは5つの極み、金曜日国丸ジャパン探訪、今日は角野卓造と神田老舗をめぐるをお届けします。 FM916AM1134 の文化放送国丸ジャパン極み、午後1時までの生放送です。最初のコーナーは深読みジャパンです。1月17日金曜日、時刻まもなく9時9分になります。文化放送国丸ジャパン極み深読みジャパン、今日は第3金曜日、作家の佐藤勝さんとお伝えしていきます。まずはこのニュースから。アジア歴訪、アメリカ大統領は成果強調、東京新聞国際面からです。トランプアメリカ大統領は15日ホワイトハウスでアジア歴訪に関して演説し、核・ミサイル開発を強行する北朝鮮への圧力強化やアメリカファーストを実現するための各国との取引の成果を訴えました。
ただ最大限の圧力をかけた後の打開策は見出せず、中国などとの巨額の商談に関しても金額水増しを疑わせる内容も含まれています。はい、その中で佐藤勝さんが注目されているのが、今日からです。はい、今日から中国共産党の、これ日本読みで総統さんということですかね。はい、総統さん、総統対外連絡部長が、習近平国家主席の特使として北朝鮮訪問ということで、これ北朝鮮問題で米朝、米中首脳会談があった中で、アメリカ側としてもその中国に対する、北朝鮮制裁というのを確実に履行するようにと言ってますけども、今回この注目されているのが、中国共産党の対外連絡部長が、特使として北朝鮮訪問。まずね、これについては、対外連絡部長っていうのはどういう人かってことを押さえておかないといけないんです。はい、日本では習近平さんの側近だ、側近だってことが強調されますけどね、中国の国家機構は、共産党が政府を指導するんです。だから一言で言うと、対外連絡部長の言うことを外務省は全部聞かないといけない。はい、外務省、影の外務省なんです、対外連絡部っていうのは。それ、この対外連絡部が決めたことを執行するのが外務省で、王毅外務大臣よりずーっと偉いんです。そういう人間が、表面上は中国共産党大会の報告っていうことですけども、遅すぎますよね。ちょっと間空いてますよね。はい、これは、今回ベトナムでの米中首脳会談待ってたんですよ。それで表には出してないですよ、私の推定ですよ。米中首脳会談で多分アメリカはレッドライン、この線を越えたらいけないっていうラインを中国に伝えたと思うの。要するに今米朝関係がゲームのルールが成り立ってないの。要するに何を北朝鮮がやった場合にアメリカが軍事行動になるのかっていうこと、みんな一昔前まで、一昔ってわずか4ヶ月か5ヶ月前なんだけども、それまでは ICBM 大陸間弾道ミサイルの開発を本格的に行えば、すなわち発射実験を行ってアメリカまで到達する能力のあるミサイルがあるってことを示せばアメリカは攻撃するとみんな言ってたんですよ、国際政治の専門家は。私もそう言ってた。ところがそれは起きてないっていうことはレッドラインじゃないんですよ。じゃあ何がレッドラインなのかと、再突入の技術を完成させた時なのか、あるいは核の小型化を行って搭載が確実になった時なのか、あるいはもっと大きな本格的な水爆実験をした時なのか、いずれにせよラインを明らかにしないといけない。だからおそらく習近平さんにトランプさんはラインを言って、習近平さんはとんでもないと、そんなものしたって問題の解決にならないよって言って、そこは平行線だったと思うんですが、それは織り込み済み。それでトランプがこう言ってますよっていうことを北朝鮮側に伝えると、これが今回の大きな使命だと思うんです。ですから17日から20日まで訪問する予定らしいんだけども、その後ですね、北がどう対応するかによって、これは米朝戦争の道で200万人以上人が死んで、日本は横田基地が朝鮮国連軍の後方司令部ですからね、こういったとこも攻撃されてっていう、こういう戦争のシナリオに向かっていくのか、それとも軟着陸のシナリオに向かっていくのか、それが見え始めるっていうことで非常に重要ですね。中国共産党の対外連絡部長が、はい、習近平さんというよりトランプさんのメッセージのを伝える、メッセンジャー役がある。そういうことです。そういうことです。ですから、その意味では小僧の使いやってるわけです。で、おめえどう思うんだって言ったら、いや、うちはそういうのダメだけど、トランプはそう言ってるからねっていう小僧の使いやってるんです。でも、小僧の使いをやらないと、お互いの本音っていうか、一方通行ですけどね、キム・ジョンウンはそれに対して何をすぐに反応するとはしないでしょう、おそらく。なぜならば、それを言ってしまったら普通の人になってしまうから。わけがわからない人にしとかないと、彼の抑止力は担保されないんです。はいはいはい、それだから、水取りだけ、とりあえず吸うだけの水、なんとこうか、海綿体、スポンジみたいな感じで、何言っても反応がないっていう感じだと思うんですよね。そうしないと彼はゲームできないから。ただ、これによって局面が変化していくのは間違いないと思いますね。
中国としてもこう対外連絡部長という実質的な外務大臣をわざわざ向こうに送るわけですから、はい、でまたメンツという問題もあるでしょう、はい、ああそれでああそう聞きましたよっていうだけじゃ終わんないと思うんですけど、どうなんですか。いやこれは聞きましたよで大丈夫だと思います。大丈夫なんですか、はいはい、要するに聞く耳持たないっていう状態の人が聞く耳持つっていうことになるっていうのは大きな進歩なんです、うん、だから前提条件が違うんです、うん、お前の話一切聞かないと、うん、それに対してとりあえず玄関まで来て部屋の中に入ってくださいと応接マニュアルを入れると、うん、それ話を聞いて、うん、反応を何もしないと、うん、ちょっと違いますよね。そうですね。だから今まで玄関にも入れないっていうところから、うん、応接間までは入れるっていう風になったっていうこの違いあります。ただ主人は出てこないと、こすなわち金正恩は出てこない。金正恩さん本人は出てこないけど、出てこない。でもその応接までの中には通されて、はい、お茶の一杯でも出されることは間違いない。そういうことは、それかなり進歩してる。そういうことです。だって今まで家に入れてくれないんだから。北朝鮮の情報と見てもいいんですか。もちろん情報です、うん、それから北朝鮮も出口を考え始めてると。あ、それだから戦争は嫌なんです。金正恩も戦争はしたくないんです、うん、ここのとこ我々正確に理解しておかないと、うん、だからとにかくこの太平洋戦争に匹敵するぐらいの死者が出るようなこういうような戦争が朝鮮半島で起きるっていうことは、これは日本としても絶対の阻止しないといけないし、あともう一つですね、経済の話。もし北朝鮮が破れかぶれになって持っている核爆弾を米軍が上がってきてね、北朝鮮で爆発させたら、これ160キロとなんていう広島の10倍ぐらいの原爆、こういうの強化原爆か水爆、うん、こういうの数個爆発させたら、うん、朝鮮半島しばらくの間誰も寄りつかないですよ外国人、うん、そしたら経済の拠点が東アジアから別のとこ行っちゃう、うん、それから日本も構造的な貧困の淵に喘ぐことになる、うん、こういうようなリスクもある、うん、そういったことをよく考えてですね、勇ましく圧力に圧力にまた圧力、無知と無知っていう形でやっていって、それで暴発させることだけはこれは防がないといけないと思う。ですからトランプもそこのところは現実的に考え始めてるんじゃないかと思うんです。ですから習近平はかなりトランプを説得したんじゃないかなと思うんですけどね。ああそうですか。まあ お前さんも落ち着けようということですね。ですから、うん、その北朝鮮に対して、うん、再度テロ支援国に指定するっていうことはやらなかったですよね。そうです。するんじゃないかとは言われましたけどね。するつもりだったと思うんです、うん、習近平が僕はひっくり返したと思いますよ。だから習近平トランプ関係っていうのはかなりいい、うん、ということは反射的に日本との関係よりも中国との関係を大切にするかもしれない、うんうん、あのおじさんはハワイではリメンバーパールハーバーですからね、うん、それ日本に来ては愛想いいこと言って、韓国に行ったら毒刀エビに、それから、うん、元慰安婦の人とハグですから、うん、その場その場の局面で相手が喜びそうなことをしていくっていう、うん、その意味での承認外交をやってますからね、うん、だからあんまりトランプとうまくいってるとか、うん、そういうような首脳間の信頼関係があればうまくいくと思わない方がいいですね、うん、彼は冷徹に自分の利益だけを追求してます。あの側近と言われた、まあ、今現在ホワイトハウスから去っているバノンさんという方、今日本に来てらっしゃって、はい、いろんな新聞社テレビ局の、インタビュー受けてますけども、もうバノンさんが言ってることってなるほどなと思うのは、彼はビジネスマンなんだと、はい、ですがビジネスマンである以上トランプ流というのはその要するに、ちゃんと取引をちゃんとするんだと、それは何が悪いんだっていうようなことをおっしゃってましたけども、まさに今回の、日本韓国そして中国、うん、そして APEC ですね、はい、この一連ってのはやっぱりビジネス外交一色っていうふうに考えてる。あ、その通りですよ。完全にビジネス外交一色で、それで変わらないんですよそのスタイルは、うんうん、どうしてかっていうと鈴木みのさんが怒鳴ってましたよね、はい、ずっと怒鳴り続けてたと、うん、それで周りの人たちは言ったわけですよ、うん、先生そんな怒鳴られない方がいいんじゃないんですかと、怒鳴られた方が檻がたまりますよ、うん、だってな俺はこれでここまで来たんだとか言って、うん、これでやってたわけでしょ。そっくりです、はい、ところが今怒鳴らないでしょ、うん、怒鳴り続けた結果ああいうような逮捕されて獄中にいるっていうような状況になったと、うん、自分が立ち振る舞いをもう少しおとなしくしてればそういうことにならなかっただろうっていう反省は檻に入って初めてしたんです、うん、トランプも檻に入ればね、うん、今の承認外交を改めると思うけども、うん、今までは取引で鈴木さんにはあることを言って、うん、
国丸さんには別のことを言って、自分は別のことを考えて、行動はそれとも別っていう、これによってとにかく利益だけ上がればいいんだっていう、こういう承認外交、これは彼自身はそれでこけない限り変わらないですよ。だから今回日本に対して言ってきたのね、乱暴に言ってね、おい心臓二つメニューがあるぜって。貿易ある違うあるじゃねえかよと。日本からアメリカに金を出すの。その結論は一緒なの。でな、どっちで行くかと、一番目。いろんな分野で表の協議をするの。な、食品とかよ。それとか、自動車とかよ。いろいろやって、ガチ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 やって、最終的にアメリカの言うこと全部聞くの。これがシナリオ1。シナリオ2。うちの兵器をな、いいねで買えって。どっちがいいって。結論にしようぜって。それで安倍さんは、めんどくさい1番命令、2番目の方にしますと、いいねで買いますと。こういう話でしょ。具体的に F-35 っていうね、はい、戦闘機の名前まで出してましたからね、トランプさんは、はいはい、うん、だからそれ買いますと。ただあれってもう日本のその防衛計画の中に沿ってすでにもう買いますよといったものを再確認しただけじゃないかって見方もありますけど、どうだったんですか。いやいやいや、そんな話じゃなくて、それはね、なんていうのかな、 F-35 の中に壁紙を1枚貼りますと、新しい、それだから値段1000万円高くしますとかね、値段がないんだから。いいねってのはそれなんですね。そういうことです。それからね、その一つ金のネジをつけましょうと、こっちの方が見栄えがいいですよって言って、それだからこれで100万円とかね、こういうのっていくらでもやりますから。あ、兵器ってのは値段がないんです。しかもね、もう一回り上の、例えば F-35 でも F-35 の改良型ができましたと、あ、それは改良型ができたんだったらなと、そっちにした方がいいって言って、スクラップ前のやつは、そういうような形でいくらでもいいねでやれますからね。だから仕様一つ変わってカーテンが増えただけで1万ドルとかっていう、あ、そんなのよくある話ですね。ただね、そういうふうになると何が怖いと思います？キックバックが生じやすいんですよ。キックバックとなると裏金で、はいはい、そういうふうになるとロッキード事件みたいな話ですね、ああいうのが起きやすくなるから、これは東京地検特捜部が、防衛装備品のアメリカからの購入に関しては徹底して目を光らせておかないと怖いですよ。キックバックで利益を得るような人間がいるんじゃないかという。それからね、軍産複合体っていうのは怖いんです、はいはい、例えば武器商人っていうのはね、例えば今便宜を働いてもらうでしょ、役人に、お金の支払いは10年後15年後なんていくらでもあります、10年15年のタイムラグがあるとわからないでしょ、はいはいはい、長期の約束をそういうふうにして守りますから、だからすごく武器の世界っていうのは怖いし、ダーティーな部分が多いし、ダーティーな部分を一生懸命触っていると、突然心臓が止まったりする、ジャーナリストでも。そういう世界だから本当にアンタッチャブルなの。だからその比重を増やしちゃってるっていうのはなんか良くないね。だからヨーロッパやイスラエルから兵器を買うっていうことを日本政府多分一切しなくなると思いますね。アイミスモリ取られたら困るんですよ、こういう話の時に、はいはいはい、同じ無人飛行機でもイスラエル製が10分の1だとか言うと、国民の税金ですからね、だからアメリカ一本でいいねで買いますっていう、全部随意契約っていう、こういう世界ですよね。随意契約ですね、はい、随意契約、はい、腐敗の温床、キックバックの温床、東京地検大特捜部頑張ってくださいっていう、こういう世界になりますね。次のニュースを佐藤勝さんはどのように見てるんでしょうか。大相撲横綱の春間富士関33歳が平幕の鷹の岩関27歳に暴行して怪我をさせた問題で、傷害容疑で捜査している鳥取県警は今日にも東京都内で春間富士関から事情聴取をする方針です。この問題ではビール瓶による殴打があったかどうかや、スマートフォンの操作がきっかけとされる暴行の動機の解明が焦点です。捜査関係者によりますと、警察は都内や九州場所の福岡へすでに捜査員を派遣したということです。この問題ではその場に居合わせた関係者の証言が食い違っています。春間富士関は先月25日夜から翌日未明にかけて、鳥取市内の飲食店で鷹の岩関の頭を殴るなどしたとされますが、ビール瓶で殴ったという証言がある一方、同席していた白鵬関は、春間富士関はビール瓶を持ったが手から滑り落ちたとして瓶による殴打を否定しています。
また暴行のきっかけは春間富士関から生活態度を注意されていた際、高野岩関がスマートフォンに気を取られたことだとされますが、その詳細も含めて警察は動機を解明する方針です。ここは謎が非常に多いんですが、診断書が出されましたよね、はい、高野岩関の。この診断書というのは警察に提出されたものと日本相撲協会に提出された診断書で一箇所違うのが、高野岩関の頭蓋底骨折、骨折がないという、まあ、骨折ということは記されてないのは警察に被害届が、はい、診断書として提出されて、相撲協会には頭蓋底骨折という文言がある。これおかしいじゃねえか。いや、それは非常におかしい。じゃなと、もう一つ、全治は全治2週間ってことですか。全治2週間ってのは2週間の経過を見守るかな。いずれにせよ、その全治仮に2週間だとするとね、うん、これ通常引っかき傷ですよ、うん、猫に引っかかれた時ってのは全治2週間ですから、全治2週間っていうのは頭蓋頭ビールで殴られた時の話じゃないですよね、うん。それから今回の件はね、ちょっと突き放して考えると、うん、私はローカルルールが適用されなくなったっていう事例の一つだと思うんですよ。ローカルルール、はい、はい、要するに芸能界、はい、最近においてはアイドルをやっていた人が2人、うん、事務所を提訴しましたよね、はいはいはい、要するに事実上のタラ働きさせて、うん、それから7年間芸能活動できないとか、うん、それとかやったら潰すって言われたっていう話、うん、こういうことたくさんあると思うんですよ。それあったと思うんですよ。しかしみんな裁判の中で訴えない。なぜならお前自発的にそこに入ってきたからだろうと。あるいは電通の過労死問題、はい、うちの会社は体育会系なんだと、そんな若い時にはと言われたことは全部聞くっていうのが教育だと、こういうような感じの軍隊教育みたいなとこ、あるいはハリウッドで、はいはいはい、セクハラがこれだけの疑惑になっていろんな人間が追放されると。しかしこんなものっていうのはこの映画業界、うん、ここにおいてスターになるためには登竜門としてあるんだよと、うん、世の中綺麗事じゃないぜと、うん、こういう話で通っていた。だから相撲の世界に関してもここはやっぱり特別な世界だからと、うん、時には鉄拳制裁ぐらいあったって、うん、鉄拳制裁っていうのは今社会通念においては完全にこれは暴行であり、あるいはそこで怪我したら障害ですからね、はい、こういうことが通っていたものが通らなくなっている。だから今まで相撲の世界だから芸能界だからハリウッドだからっていうこういうローカルルールが通じなくなってるっていうこと、これが大きいところにあると思うんですよね、うん、ただその先にねなんか変な感じがする。その二つの被害届にしても診断書の違いにしても、あるいは知らないと高野、うん、あの親方言ってたんだけども、はいはいはい、時系列的にはそれより前に被害届が出てるとか、うん、こういったことは明らかになってると。だから相撲協会内部における人間関係の複雑さも表れてるんじゃないですかね、うん、今の八角さんと、うん、それからあと貴乃花さんと、うん、この辺りがあんまり人間関係が良くないとか、うん、こういったことと相撲協会のいろんな選挙とか役職とかありますからね、いろんなことが絡み合って複雑してできてる、あんまり綺麗な話じゃないと思うんです。ただはっきりしてることは何らかの形で暴行を行ったとするならば、それはもはやそれは相撲の世界だから特別なんだと、殴らないといい力士は育たないっていうのは理屈はもう通らないんだっていうことがここではっきりしたわけですね。この事件が発覚していろんなことがある程度分かり始めた頃にこう予想されたことというのが、まあ、当然鳥取県警は被害届受理しているわけで捜査をすると、捜査をしてみるとこれは傷害罪だなということで、これを検察に今訴えて持っていく、送検して、でそれで検察も動くことになると、これをまあ裁判沙汰になってくる。そうなるとこれ当然、まあ、今回加害者である横綱春間富士関は相当重い処分になるであろう。そこで横綱審議会が場所後に、まあ、多分引退勧告をして、で引退だけじゃ済まないんじゃないか、相撲協会からの除名まであるんじゃないかという話が、
まあ、最初の、始まりでした、はい、ところがだんだん白鵬関横綱同席していた白鵬関はいやビール瓶では殴ってませんよと ただし手を出したことは間違いないいけないことですいませんってことは言ってるわけですよね、はい、で今度出てきたのがその2種類の診断書という不可解さ、はい、これを見てくるとまさに佐藤さんおっしゃってる通りおやちょっとおかしいぞというのは相撲協会内部の、まあ、人事をめぐるいろんなやり取りがあるんじゃないか、まあ近々、理事長選挙も、まあ、理事選挙ですか、もあるという中で見ると、なんか嫌な感じは残りますよね。はい、それからね、あとね、鳥取県警っていうのは、実は意外と気づかれてないんですけどね、うん、警察の将来、警視総監とか、うん、警察庁長官になる超エリートの行くとこなんです。え、そうなの？それが最初の頃に、どうしてかというと、凶悪犯罪とかめちゃくちゃな犯罪少ないし、うん警察と、例えば広域団体の癒着とかいうトラブルが少ないっていうのはどういうことかというと、うん、そこのところで履歴に傷がつかない場所なんです。はいはい、比較的、はい。そうすると、鳥取県警っていうのはそういった意味において、非常に慎重ですからね。うん、それだから、話聞いて、これはとにかくまず柄持ってこいみたいなことはしないとこですよね。うん、実はこういった捜査っていうのは県警ごとにだいぶ違うんですよね。だから慎重な上にも慎重だっていう感じの捜査今、うん、鳥取県警してるでしょ、うん、そうするとあんまり曖昧にならないで、うん、かなり詳細に事実関係が警察の捜査によって出てくるかもしれませんね。そこにも人が絡んでるんですね。そうなんです。だから鳥取県警っていう風土があってね、あそこの人たちっていうのは履歴、あそこの、県警本部長は履歴に傷を警察庁としてつけたくないような人を送る場所と私は見てますので、とすれば傷がつかないようにここは穏便にではなく徹底的にやる可能性がある。そうだからジャーナリズムと同じぐらいね、うん、しつこく警察が調べる可能性があると思うんで、うん、この調べ方の体制って、うん、超凶悪事件の時と同じぐらいの体制ですよね、うん、国民の税金も相当投入して、うん、だからこれもね、うん、鳥取県警らしいなっていう感じがするんですね。なるほどな。これ大阪とかね、うん、で起きたらだいぶ、うん、えいやって勢いだったかもしれませんよ、うん、大阪とか兵庫とかね、兵庫県警、ね、あと広島とか、うん、そういったところ起きるんだったら、うん、過去に抗争の歴史があったってことですね。そういったところだから、はい、県警本部長とか府警本部長やると必ず、うん、そこのところには履歴に罰が必ずつきますからね。部下の不祥事とかで官僚としてね、そういったことだった、そういったことだと、はい、なんその話でビールみんなぶん殴って死んない人出たらとおっとガラバッとかいとか言ってこういうふうになると思いますよ。だから鳥取県警だったから、うん、事態が意外な方向に進んだっていう要素があるんじゃないかと思うんです、うん、現在の上様に傷つけてはいけないからと、そうね、本当のことお江戸に戻るまでの間にっていう、だから本当のことをまず調べないといけないなと、うん、だって通常診断書があって医者は嘘をつかないと考えますからね、うん、そこでビール瓶でぶん殴って、うん、頭ぶん殴って怪我させたと、うん、それで傷害されていますっていう形で言って被害届出てるってことだったら、うん、まずすぐ話聞いてと、うん、それで否認したら罪証隠滅の恐れがありってことで柄持ってっちゃいますよ、うん、そうですよね。だからこのね慎重な取り調べぶりっていうのが、うん、要するに県警の中でもさて本当のことがどういうことなのか、うん、まず本当のことをよく調べましょうと、うん、それから判断しましょうと、うん、とりあえず持ってっちまえってこういう感じにはなってないですね。はい、さあ果たして鳥取県警の動きですね今後ね、もう上様を見てますからね、はい、ということで、第1第3第5金曜日コメンテーターは作家の佐藤勝さんでした。次回は12月1日の金曜日になります。佐藤さんまた12月もよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします。横綱の春間富士関33歳が平幕の高野岩関27歳に暴行して怪我をさせた問題で、傷害容疑で捜査している鳥取県警は今日にも東京都内で春間富士関から事情聴取をする方針です。この問題ではビール瓶による殴打があったかどうかやスマートフォンの操作がきっかけとされる暴行の動機の解明が焦点です。捜査関係者によりますと、警察は都内や九州場所の福岡へすでに捜査員を派遣したということです。この問題ではその場に居合わせた関係者の証言が食い違っています。春間富士関は先月25日夜から翌日未明にかけて
鳥取市内の飲食店で鷹の岩関の頭を殴るなどしたとされますが、ビール瓶で殴ったという証言がある一方、同席していた白鵬関は春馬富士関はビール瓶を持ったが手から滑り落ちたとして瓶による殴打を否定しています。また暴行のきっかけは春馬富士関から生活態度を注意されていた際、鷹の岩関がスマートフォンに気を取られたことだとされますが、その詳細も含めて警察は動機を解明する方針です。ここは謎が非常に多いんですが、診断書が出されましたよね、はい、鷹の岩関のこの診断書というのは警察に提出されたものと日本相撲協会に提出された診断書で一箇所違うのが、鷹の岩関の頭蓋底骨折、骨折がないという、まあ、骨折ということは記されてないのが警察に被害届か、はい、診断書として提出されて、相撲協会には頭蓋底骨折という文言がある。これおかしいじゃねえか。いや、それは非常におかしい。そうじゃなと、もう一つ、全治は全治2週間ってことです。全治2週間ってのは2週間の経過を見守るかな。いずれにせよ、その全治仮に2週間だとするとね、うん、これ通常引っかき傷ですよ、うん、猫に引っかかれた時ってのは全治2週間ですから、全治2週間っていうのは頭蓋頭ビールで殴られた時の話じゃないですよね、うん。それから今回の件はね、ちょっと突き放して考えると、うん、私はローカルルールが適用されなくなったっていう事例の一つだと思うんですよ。ローカルルール、はい、はい、要するに芸能界、はい、最近においてはアイドルをやっていた人が2人、うん、事務所を提訴しましたよね、はいはいはい、要するに事実上のタラ働きさせて、うん、それから7年間芸能活動できないとか、うん、それとかやったら潰すって言われたっていう話、うん、こういうことたくさんあると思うんですよ。それあったと思うんですよ。しかしみんな裁判の中で訴えない。なぜならお前自発的にそこに入ってきたからだろうと。あるいは電通の過労死問題、はい、うちの会社は体育会系なんだと、そんな若い時にはと言われたことは全部聞くっていうのが教育だと、こういうような感じの軍隊教育みたいなとこ、あるいはハリウッドで、はいはい、セクハラがこれだけの疑惑になっていろんな人間が追放されると。しかしこんなものっていうのはこの映画業界、ここにおいてスターになるためには登竜門としてあるんだよと、世の中綺麗事じゃないぜと、こういう話で通っていた。だから相撲の世界に関してもここはやっぱり特別な世界だからと、時には鉄拳制裁ぐらいあったって、鉄拳制裁っていうのは今社会通念においては完全にこれは暴行であり、あるいはそこで怪我したら障害ですからね。こういうことが通っていたのが通らなくなっている。だから今まで相撲の世界だから芸能界だからハリウッドだからっていう、こういうローカルルールが通じなくなってるっていうこと、これが大きいところにあると思うんですよね。ただその先にね、なんか変な感じがする。その二つの、被害届にしても診断書の違いにしても、あるいは知らないと、鷹野、親方言ってたんだけども、はいはいはい、時系列的にはそれより前に被害届が出てるとか、うん、こういったことは明らかになってると。だから、相撲協会内部における人間関係の複雑さも表れてるんじゃないですかね。うん、今の八角さんと、うん、それから、あと、貴乃花さんと、うん、このあたりがあんまり人間関係が良くないとか、うん、こういったことと相撲協会のいろんな選挙とか役職とかありますからね、いろんなことが絡み合って複雑してできてる、あんまり綺麗な話じゃないと思うんです。ただはっきりしてることは、何らかの形で暴行を行ったとするならば、それはもはやそれは相撲の世界だから特別なんだと、殴らないといい力士は育たないっていうのは理屈はもう通らないんだっていうことがここではっきりしたわけですね。この事件が発覚していろんなことがある程度分かり始めた頃にこう予想されたことというのが、まあ、当然鳥取県警は被害届受理しているわけで捜査をすると、捜査をしてみるとこれは傷害罪だなということで、これを検察に今持っていく、送検して、でそれで検察も動くことになると、これをまあ裁判沙汰になってくる。そうなるとこれ当然、まあ、今回加害者である横綱春馬富士関は相当重い処分になるであろう。そこで横綱審議会が場所後に、まあ、多分引退勧告をして、で引退だけじゃ済まないんじゃないか、相撲協会からの除名まであるんじゃないかという話が
まあ、最初の、始まりでした、はい、ところがだん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 白鵬関横綱同席していた白鵬関はいやビール瓶では殴ってませんよと ただし手を出したことパールハーバーですからね、うん、それ日本に来ては愛想いいこと言って韓国に行ったら毒刀エビにそれから、うん、あの元慰安婦の人とハグですから、うんうんその場その場の局面で相手が喜びそうなことをしていくっていう、うん、その意味での承認外交をやってますからね、うん、だからあんまりトランプとうまくいってるとか、うん、そういうようなかんあの首脳間の信頼関係があればうまくいくと思わない方がいいですね、うん、彼は冷徹に自分の利益だけを追求してますあの側近と言われた、まあ、今現在ホワイトハウスから去っているバノンさんという方今日本に来てらっしゃって、はい、いろんな新聞社テレビ局の、インタビュー受けてますけど もうバノンさんが言ってることってなるほどなと思うのは彼はビジネスマンなんだと、はい、ですがビジネスマンである以上トランプ流というのはその要するに、ちゃんと取引をちゃんとするんだと それは何が悪いんだっていうようなことをおっしゃってましたけどもまさに今回の、日本韓国そして中国、うん、そして APEC ですね、はいこの一連ってのはやっぱりビジネス外交一色っていうふうに考えてるその通りですよ完全にビジネス外交一色でそれで変わらないんですよそのスタイルは、うんうん、どうしてかっていうと鈴木みのさんが怒鳴ってましたよね、はいずっと怒鳴り続けてたと、うん、それで周りの人たちは言ったわけですよ、うん、先生そんな怒鳴られない方がいいんじゃないんですかと怒鳴られた方が檻がたまりました、うん、だったら俺はこれでここまで来たんだとか言ってこれでやってたわけでしょそっくりです、はい、ところが今怒鳴らないでしょ、うん、怒鳴り続けた結果ああいうような逮捕されて獄中にいるっていうような状況になったと、うん、自分が立ち居振る舞いをもう少しおとなしくしてればそういうことにならなかっただろうっていう反省は檻に入って初めてしたんです、うん、トランプも檻に入ればね、うん、今の承認外交を改めると思うけども、うん、今までは取引であの鈴木さんにはあることを言って、うん、国丸さんには別のことを言って、うん、自分は別のことを考えて、うん、行動はそれとも別っていう、うん、これによってとにかく利益だけ上がればいいんだっていう、うん、こういう承認外交これは彼自身はそれでこけない限り変わらないですよ。だから今回日本に対して言ってきたのね、うん、乱暴に言ってね、おい心臓2つメニューがあるぜって。貿易あるじゃないかよじゃねえかよと、うん。日本からアメリカに金を出すの。うん、その結論は一緒なの、うん。でな、どっちでいくかで1番目。いろんな分野で表の協議をするの。うん、な、食品とかよ。それとか、自動車とかいろいろやってガチ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 やって、最終的にアメリカの言うこと全部聞くの、うん。これがシナリオ1。シナリオ2。うちの兵器をな、いいねで買えって。どっちがいいって。結論一緒だぜ、うん。それで安倍さんは、めんどくさい1番目より2番目の方にしますって、いいねで買いますと、うん。こういう話でしょ。具体的に F-35 っていうね、はい、戦闘機の名前まで出してましたからね、トランプさんは。はいはいうん、だからそれ買いますと。ただあれって、もうあの、日本のその防衛計画の中に沿って、すでにもう買いますよといったものを再確認しただけじゃないかって見方もありますけど、どうだったんですか？いやいやいや、そんな話じゃなくて、それはね、なんていうのかな、F-35 の中に壁紙を1枚貼りますと、新しい、うん。それだから値段1000万円高くしますとかね。うん、値段がないんだから。いいねってのはそれなんですね。そういうことです。それからね、うん、その一つ金のネジをつけましょうと、うん、こっちの方が見栄えがいいですよって言って、うん、それだからこれで100万円とかね、うん、こういうのっていくらでもやりますから、あ兵器ってのは値段がないんです。しかもね、もう一回り上の例えば F35 でも F35 の改良型ができましたと、うん、あそれは改良型ができたんだったらなと、うん、そっちにした方がいいって言ってスクラップ前のやつは、はいはいはい、そういうような形でいくらでもいいねでやれますからね。だから仕様一つ変わってカーテンが増えただけで1万ドルとかっていう話も、あ、そんなのよくある話ですね。ただね、そういうふうになると何が怖いと思います？キックバックが生じやすいんですよ。キックバックとなると裏金で、はいはい、そういうふうになるとロッキード事件みたいな話ですね、うん、ああいうのが起きやすくなるから、うん、これは東京地検特捜部が防衛装備品のアメリカからの購入に関しては、うん、徹底して目を光らしておかないと怖いですよ。キックバックで利益を得るような人間がいるんじゃないかという、ねうん、軍産複合体っていうのは怖いんです、はいはい、例えばあの武器商人っていうのはね、うん、例えば今あの便宜を働いてもらうでしょ役人に、うん、お金の支払いは10年後15年後なんていくらでもあります、うん、10年15年のタイムラグがあるとわからないでしょ、はいはいはい、長期の約束をそういうふうにして守りますから、うん、だからすごく武器の世界っていうのは
怖いし、ダーティーな部分が多いし、ダーティーな部分を一生懸命触っていると、突然心臓が止まったりするジャーナリストでも。そういう世界だから、本当にアンタッチャブルなの。だからその比重を増やしちゃってるっていうのは、なんか良くないね。だから、ヨーロッパやイスラエルから兵器を買うっていうことを、日本政府多分一切しなくなると思いますね。アイミスモリ取られたら困るんですよ、こういう話の時に。同じ無人飛行機でもイスラエル製が10分の1だとか言うと、国民の税金ですからね。だからアメリカ一本でいい値で買いますっていう、全部随意っていう、こういう世界ですよね。随意契約ですね、随意契約、腐敗の温床、キックバックの温床、東京地検大特捜部頑張ってくださいっていう、こういう世界になりますね。次のニュースを佐藤勝さんはどのように見てるんでしょうか。大相撲、神経にズバッと当たってしまった場合にはこれ飛び跳ねんですね、お尻でも、だから結構ね、痛い時っていうのはお尻の注射って、ね、痛くないって言われてるんですけども、ビンゴで当たると相当大変ですよ。そのビンゴ嫌ですよね。いやでも20回に1回ぐらいしかないんだけどね。結構な確率ですよそれ。私も中国針行って、それ1回そういうポイントビンゴがあって、本当自分で30センチ体全体がボーンって浮いたことがありましたけどもね。いやビンゴだけは、注射のビンゴだけは怖いし、痛いとかいう感じちょっとまた違いますよね。違いますよね、なんか体に電流が走るみたいな。そういう感じですよ。わかります。1回だけしか経験ないです。二度としたらない。切れたっていうより繋がったみたいな感じですよね。ねえ、ということで今日のメッセージテーマです。痛い、ね、まあこういうなんとなくこうちょっとこうね、表情をつけた痛いもあれば、ピタッっていうのもあるしね、はい、いってーっていうのは精神的に、あ、いってーっていうのもありますしね、いろんな痛いで、もう一回やって、痛い、あ、それかなり痛そうですね、いろんな痛いで、甘えて言ってください。痛い、もう何でもやってくれますね。すいません、よろしくお願いします。ファックスは03-5403-1151、 5403-1151、 メールは japan@joqr.net、 japan@joqr.net です。今日もメッセージをご紹介した方には、国丸ジャパン極み番組特製ステッカーをお送りします。そして全てのメールファックスの中からお一人の方に、宮城県塩釜市の揚げかまぼこの老舗安倍前商店の缶詰塩釜おでんを2個セットにしてプレゼントいたします。今朝の鉄道の情報です。首都圏の主な JR 私鉄各線はおおむね平常運転しています。それでは国丸ジャパン極み今日のメニューです。この後すぐは深読みジャパン、今日はトランプ大統領のアジア歴訪総括、そして春馬富士暴行問題について佐藤勝さんにお話しいただきます。そして11時台極みシアターのゲストはジャガー横田さんをお迎えしてお送りします。プロレスラー生活40年、夫婦円満の秘訣などについても伺っていきます。ジャガー横田さんへの質問もお待ちしています。そして12時7分からは5つの極み、金曜日国丸ジャパン探訪、今日は角野卓造と神田老舗をめぐるをお届けします。 FM916AM1134 の文化放送国丸ジャパン極み、午後1時までの生放送です。最初のコーナーは深読みジャパンです。1月17日金曜日、時刻まもなく9時9分になります。文化放送国丸ジャパン極み深読みジャパン、今日は第3金曜日、作家の佐藤勝さんとお伝えしていきます。まずはこのニュースから。アジア歴訪、アメリカ大統領は成果強調、東京新聞国際面からです。トランプアメリカ大統領は15日、ホワイトハウスでアジア歴訪に関して演説し、核・ミサイル開発を強行する北朝鮮への圧力強化や、アメリカファーストを実現するための各国との取引の成果を訴えました。
ただ最大限の圧力をかけた後の打開策は見出せず、中国などとの巨額の商談に関しても金額水増しを疑わせる内容も含まれています。はい、その中で佐藤勝さんが注目されているのが、今日からです。はい、今日から中国共産党の、これ日本読みで総統さんということですかね。はい、総統さん、総統対外連絡部長が、習近平国家主席の特使として北朝鮮訪問ということで、これ北朝鮮問題で米朝、米中首脳会談があった中で、アメリカ側としてもその中国に対する、北朝鮮制裁というのを確実に履行するようにと言ってますけども、はいはい、今回この注目されているのが中国共産党の対外連絡部長が、特使として北朝鮮訪問。はいはい、まずね、これについては対外連絡部長っていうのはどういう人かってことを押さえておかないといけないんです。はい、日本では習近平さんの側近だってことが強調されますけどね、中国の国家機構は共産党が政府を指導するんです。だから一言で言うと、対外連絡部長の言うことを外務省は全部聞かないといけない。はい、外務省、影の外務省なんです、対外連絡部っていうのは。それ、この対外連絡部が決めたことを執行するのが外務省で、王毅外務大臣よりずーっと偉いんです。そういう人間が、表面上は中国共産党大会の報告っていうことですけども、遅すぎますよね。ちょっと間空いてますよね。はい、これは、今回ベトナムでの米中首脳会談待ってたんですよ。それで表には出してないですよ、私の推定ですよ。米中首脳会談で多分アメリカはレッドライン、この線を越えたらいけないっていうラインを中国に伝えたと思うの。要するに今米朝関係がゲームのルールが成り立ってないの。要するに何をテレビの話いっぱいあるんでしょうけど、東芝がね、テレビ事業撤退で、今度パソコンも、撤退ですが、撤退とか買収、この売っちゃうことになる。私の部屋にある、ちっちゃめのテレビも東芝だし、で、パソコンうち東芝なんですよね。なんかさ、要するに会社の経営うんぬんっていうことじゃなくて、うわ、寂しいなーって気はしますね。私もね、ワープロのルポー時代から東芝で、今もダイナブックなんですよ。それだからね、慌てて1台追加で買うことにした。あ、そう。やっぱり今の東芝時代のものを持ってた方が、なんとなく安定感がいいような感じがしたんで、ブランドは残るにしてもね、だから IBM にしてもちょっと別の会社になっちゃったんだけども、やっぱりちょっと仕様が徐々に変わってくるんですね。なんかね、もう普通に、東芝とか今パナソニックのナショナルとかで使ってた人間からするとな、寂しさはあるんだろうけどな。はい、以上でございます。9時1分文化放送です。11月17日金曜日です。 FM916 AM1134 ラジコラジコプレミアムでも、今日もお仕事中の方、ご病気ご療養中の方、どうかお付き合いください。文化放送国丸ジャパン極みです。おはようございます。そして、ちょっとお寒ございます、野村国丸です。おはようございます、鈴木純子です。第1第3第5金曜日コメンテーターは作家の佐藤勝さんです。佐藤勝です、よろしくお願いします。佐藤さんも今日いらっしゃる同時に、寒いですね。もう初霜初氷、はい、熊谷あたりはそうなんでしょ。そうですね、熊谷で初霜と初氷、水戸で初氷を観測して、各地今シーズン一番の冷え込みです。寒く、明らかに寒さ変わりましたね。さあ、やっと来ましたね。ね、ちょっと寒いぐらいの方が国丸さんは気持ちを切り替えした方がいいでしょう。寒いんだっていうふうに思った方が、ね、いいんだろうな。いや、猫が布団の中に入ってきたんで寒いんだと思ったんです。いろんなバロメーターありますね。はい、さて、今日の10時台11時台極みシアターのお客様です。はい、プロレスラー生活40年、
ジャガー横田さんをお迎えします、はい、女子プロレスラーシリーズ第3弾、はい、ね、ブルー中野さん、アジャコングさん、そしていよいよレジェンドが登場と、はい、いうことで、プロレス、女子プロレスラーをいまだに現役でやってらっしゃるっていう、引退はされたこともありますけどね、ものすごいこう世界の中にいて、その痛いという言葉をほぼ発したことがなかったっていう、もうネタバレしちゃいますけど、この後10時台も伺いますけども、うん、出産の時に初めて痛いっていう風に奥さんであるジャガー横田さんが言ったことで、ご主人が痛いって言ったんだって言って鉄拳をもらったっていう、そんなエピソードもあるんですが、まあ、すごい世界ではありますよね。佐藤さんは痛みは強い方ですか、弱い方ですか。痛みはビビり屋ですからね。人の痛みを見ているとやっぱり痛い感じはするんですけどね。ちょっと今可愛かったですね。もう本当にビビり屋あるんですよ。ところが実際にじゃあ何かやられたっていう時の痛さっていうのは、まあまあ人並みに耐えますね。ああそうですか。私もビビり屋なんですよ。だから人が痛がってるのを見てるだけでももうダメですよね。男性は結構ね、そういう方多いですよね。よく言われるのは、女性というのは生理痛があって、その痛みというものが全然その男性に対するその痛みに比べれば全然強いんだって話も聞きますし、まあ女性の中にはもちろん出産体験もありますでしょうし、そういう意味じゃ強いんや強いのは分かりますけどね。私外務省行って霞が関に行ってね、はい、要するに今は痛いというと痛い人っていうの結構広まってるんだけども、はい、ちょっとあいつ痛いなっていうのを聞いて最初分かんなかったですね。だから1985年ぐらい。それはあれですか、かなり痛いぞって。それ出世とかそういうことですか。いやそうじゃなくて、かなり変わった人とか、かなり面倒くさい人とか、かなり痛い人だぞと、こういうような感じのところで痛いっていう用語をそういうふうにして使うのかって言って、役所で思いましたね。あ今なんかその痛いはそっちの方で、うん、市民権も得てますけどね。ちょっとあいつ痛いよなって、ね、それはよく聞きますけどね、ちょっと痛いから近寄るのがいいよって。佐藤さん注射好き。注射大嫌いですね。いやでもね、最近すごい痛い注射を尻に時々されるんですよ、実はテストステロン下がっちゃって男性更年期なんです。はいはいはい。それ最初ね、なんでこんな朝起きられないし、結構仕事はかっちりする方なんだけども憂鬱になるのかな、ついに老人性うつが始まったかなと思って、お医者さんに行って血検をしたら、パッと見て、あ、テストステロン下がってますね、要するに男性更年期ですと、はい、これ個人差あるんですけどって言って、お尻に今油で溶いたものすごい痛いホルモン注射を2週間に1回ずつ打たれてます。あ、それ聞くだけでやる。いやそれで一回刺して聞くんですよ、ピリピリお尻がしびれませんかとか言って、北朝鮮がやった場合にアメリカが軍事行動になるのかっていうこと、みんな一昔前まで、一昔ってわずか4ヶ月か5ヶ月前なんだけども、それまでは ICBM 大陸間弾道ミサイルの開発を本格的に行えば、すなわち発射実験を行ってアメリカまで到達する能力のあるミサイルがあるってことを示せばアメリカは攻撃するとみんな言ってたんですよ、国際政治の専門家は。私もそう言ってた。ところがそれは起きてない、っていうことはレッドラインじゃないんですよ。じゃあ何がレッドラインなのかと、再突入の技術を完成させた時なのか、あるいは核の小型化を行って搭載が確実になった時なのか、あるいはもっと大きな本格的な水爆実験をした時なのか、いずれにせよラインを明らかにしないといけない。だからおそらく習近平さんにトランプさんはラインを言って、習近平さんはとんでもないと、そんなものしたって問題の解決にならないよって言って、そこは平行線だったと思うんですが、それは織り込み済み、それでトランプがこう言ってますよっていうことを北朝鮮側に伝えると、これが今回の大きな使命だと思うんです。ですから17日から20日まで訪問する予定らしいんだけども、その後ですね、北がどう対応するかによって、これは米朝戦争の道で200万人以上人が死んで、日本は横田基地が朝鮮国連軍の後方司令部ですからね、こういったところも攻撃されてっていう、こういう戦争のシナリオに向かっていくのか、それとも軟着陸のシナリオに向かっていくのか、それが見え始めるっていうことは非常に重要ですね。中国共産党のこう対外連絡部長が、はい、習近平さんというよりトランプさんのメッセージのを伝える、まあ、メッセンジャー役割、そういうことです。ですから、その意味では小僧の使いやってるわけです、
じゃあおめえどう思うんだって言ったら、いやうちはそういうのダメだけどトランプはそう言ってるからねっていう小僧の使いやってるんです、うん、でも小僧の使いをやらないとお互いの本音っていうか一方通行ですけどね、キム・ジョンウンはそれに対して何をすぐに反応するとはしないでしょう、おそらく。なぜならばそれを言ってしまったら普通の人になってしまうから、うん、訳がわからない人にしとかないと彼の抑止力は担保されないんです、はいはいはい、それだから水とりあえず吸うだけの水なんとか海面体、うん、スポンジみたいな感じで、うん、何言っても反応がないっていう感じだと思うんですよね、うん、そうしないと彼はゲームできないから、うん、ただこれによって局面が変化したのは間違いないと思いますね。中国としてもこう対外連絡部長という実質的な外務大臣をわざわざ向こうに送るわけですから、はい、でまたメンツという問題もあるでしょう、はい、ああそれでああそう聞きましたよっていうだけじゃ終わんないと思うんですけど、どうなんですか。いやこれは聞きましたよで大丈夫だと思います。大丈夫なんですか、はい、要するに聞く耳持たないっていう状態の人が聞く耳持つっていうことになるっていうのは大きな進歩なんです、うん、だから前提条件が違うんです、うん、お前の話一切聞かないと、うん、それに対してとりあえず玄関まで来て部屋の中に入ってくださいと応接マニュアルを入れると、うん、それ話を聞いて反応を何もしないと、うん、ちょっと違いますよね。そうですね。だから今まで玄関にも入れないっていうところから、うん、応接間までは入れるっていう風になったっていうこの違いあります。ただ主人は出てこないと思う。すなわちキム・ジョンウンは出てこない。キム・ジョンウンさん本人は出てこないけど出てこない。でもその応接までの中には通されてお茶の一杯でも出されることは間違いないということは、そこは間違いない。それかなり進歩してる。そういうことです。だって今まで家に入れてくれないんだから。北朝鮮の情報と見てもいいんですか。もちろん情報です、うん、それから北朝鮮も出口を考え始めてると。それだから戦争は嫌なんです。キム・ジョンウンも戦争はしたくないんです、うん、ここのとこ我々正確に理解しておかないと、うん、だからとにかくこの太平洋戦争に匹敵するぐらいの死者が出るようなこういうような戦争が朝鮮半島で起きるっていうことはこれは日本としても絶対の阻止しないといけないし、あともう一つですね、経済の話。もし北朝鮮が破れかぶれになって持っている核爆弾を米軍が上がってきてね、北朝鮮で爆発させたらこれ160キロとなんて広島の10倍ぐらいの原爆、こういうの強化原爆か水爆、うん、こういうの数個爆発させたら、うん、朝鮮半島しばらくの間誰も寄りつかないですよ外国人、うん、そしたら経済の拠点が東アジアから別のとこ行っちゃう、うん、それから日本も構造的な貧困の淵に喘ぐことになる、うん、こういうようなリスクもある、うん、そういったことをよく考えてですね、勇ましく圧力に圧力にまた圧力、無知と無知っていう形でやっていって、それで暴発させることだけはこれは防がないといけないと思う。ですからトランプもそこのところは現実的に考え始めてるんじゃないかと思うんです。ですから習近平はかなりトランプを説得したんじゃないかなと思うんですけどね。ああそうですか。まあお前さんも追いつけようということですね。ですから、うん、その北朝鮮に対して再度テロ支援国に指定するっていうことはやらなかったですよね。そうそう、するんじゃないかとは言われましたけどね。するつもりだったと思うんです、うん、習近平が僕はひっくり返したと思いますよ。だから習近平トランプ関係っていうのはかなりいい、うん、ということは反射的に日本との関係よりも中国との関係を大切にするかもしれない、うんうん、あのおじさんはハワイではリメンバー